続いてはクッキングのコーナーです、はい、今日の先生ご紹介します。今日の先生はトムクレープリー&デリの佐々木さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日教えてもらうのはこちらのお料理です。さあ今週のテーマはソースが決め手です。今日は牡蠣とネギのクリームソース作ってもらいます。ではお願いします。はい、お願いします。はい、それでは早速作っていきます、うん、今日は牡蠣を使用します、はい、牡蠣は、汚れが結構あることが多いのでだいたい 200cc のお水に対して片栗粉小さじ1、塩1つまみくらいを入れていただいて、ひだの部分が結構汚れていることがあるのでしっかり洗っていきます、うんうんうん、そうするとお水が濁ってきたりグレーの色になってくるので、はい、それを一度流していただいてあとは流水で洗っていってください。お水がクリアになるまで何度も繰り返していただいて、これ大事ですね。はい、きれいにしてみてください、はい、その後に、こちらですね、牡蠣をペーパータオルの上に出していただいて水気をしっかりと拭き取ります、はい、表面にですね、塩コショウを振っていきます。はい、塩やっぱ水分がある方がちょっと臭みだったりとか、そうですね、はい、生臭さであったりとか、うん、はい、あと殻ゴミがついてたりとかすると口当たりがちょっと悪くなったりもするので、うん、はい、しっかり洗っていってください。下処理とか大事なんですね、牡蠣 ね、そうですね、うん、はい、お腹壊しちゃったりする時もありますね、はいはい、塩コショウしましたらは小麦粉ですねを振っていきます。はい、こちら片面だけじゃなく両面しっかり振っていきます、はいはい、はい、で分量のバターがフライパンに入っております。先ほどの牡蠣を焼いたものがこちらです、はい、こちらは両面しっかり焼いていただいて、はい、でこちら焼けたものですので一度、お皿の方に取っていきます、はい、でこちらに旨味成分が牡蠣の旨味成分が入っているバターの中にネギですね、今日はネギは、白い部分約2センチくらいに切っても、うん、ものを用意しております。あとは、緑のところは斜めに切ったものです、細切りにしております、はいはい、こちらを炒めていきます。今日の先生ネギ立派なネギですね。そうですね、はい、ちょっと立派すぎるくらい美味しいネギを用意これからちょっと太いネギたくさん、ね、出てくる時期ですもん ね、そうですね、冬場の野菜ネギの代わりに白菜とか、あとは今の時期ですとキノコとかでも代用できますので、しっかり美味しい野菜が今いっぱい出てきているの で、はい、いろいろ代用してみてください。バターとか牡蠣の旨味、そうですね、はい、しっかりと、吸わせて、はい、うん、あとは先ほどの旨味成分、牡蠣の旨味成分とかフライパンの中にあるのでちょっとこう焦げつきやすいのでしっかりネギでこそげ取りながら、うんうん、はい、加熱していきます。はい、はい、時間の関係上、はい、もうちょっとしんなりしていいんですね、はい、はい、もうちょっとしんなりします、はいはい、すいません、いや、そんなことないです、はいはい、でこちらにすいませんちょっと手伝いに来たです抑えたい、はい、こちらに、はい、分量の白ワインまたは、はい、料理酒ですね、はい、入れていきます。はい、はい、でこちらでまた詰めていって、はい、しんなりしてきますので料理酒とがこうギュッと詰まってきますのでこちらを濃くお酒を濃くしてソースになりますので、はい、しっかりと、はい、ギュッと詰めてってください、うん、煮詰めてってください。はい、はい、煮詰まったところに、はい、分量の生クリームが入ります、うん、今日はクリームソースですから、ね、ソースが決めて、はい、クリームソースですね、まあ、冬場の方が、ね、食べたくなりますよ ね、はい、そうですね、少しお水が入るんです、はい、うん、生クリームとお水が入ります。はい、こちらに、はい、先ほどの牡蠣も入れていきます。はい、はい、はい、ここで一度ひと煮立ちさせていただいて、はい、塩と胡椒で味付けをしていきます。牡蠣に小麦粉を最初に叩いているので、はい、ちょっととろみがソースの方につくので、はい、しっかりと
先ほどのネギの旨味と、牡蠣の旨味をソースに移していくという、はいはい、まあ、味付けは、ね、本当塩コショウだけですよね、はい、生クリームでね、はい、シンプルな味付けで、はい、あとはネギの甘みだったり牡蠣の旨味だったり、そうですね、そうですね、はい、バターの十分ってことなんだ、ね、うん、はい、はい、で煮詰まっていったら、うん、はい、こちらで火を止めます。はい、で、今日は牡蠣でしたんですけども、これからの時期ホタテとか、うん、あとはサーモンとかも美味しいと思いますので、はい、お肉ですと鶏肉にもよく合うソースとなってましたので、はい、ぜひお試しください、うん、生クリームあればパッとできそうですよね、うん、はい、これですよ、これおしゃれソースのかけ方がないんですドボドボかけるといいわけじゃないんですそうなんです、はい、はい、こちらで完成です。お料理出来上がりました、はい、美味しそうですね。それでは材料のおさらいです。はい、ご紹介します。2人分です。牡蠣8個から10個、長ネギ1本、塩コショウ小麦粉適量です。バター 15g、 白ワインまたは酒 50cc、 生クリーム 50cc、 水大さじ2、塩コショウ仕上げにそれぞれ適量です。材料レシピはホームページまたテレリンクに載っています。今日のクッキングの内容は放送終了後情報サイトテレイワヤでもご覧いただけます。ご覧ください。では、はい、ではいただきます。いただきます。うん、美味しい、うん、わ、しっかりネギの風味っていうのがクリームソースに出てますね、うん、そうですね、わ、美味しい。そうなんです、確かにソースに旨味が伝わってますよね。ありがとうございます、うん、あ、美味しい。ネギも非常にこう甘いですもんね。そうですよね、うん、やっぱり牡蠣にはこの生クリームがよく合います、はい、ありがとうございます。味わいが最高です、うん、本当に冬に向かってこういうの食べたくなるんです。皆さん作ってみてはいかがでしょうか、うん、さあ、では明日もソースが決めて、明日は豚こまのソースソース、これ間違えてるわけじゃないですよね。じゃないんですって、ソースソース、ソースとどういうことなんでしょうか材料は豚こま切れ肉、赤ワイン、とんかつ用のソースご用意ください。今日の料理はトムクレープリー&デリの佐々木さんに教えてもらいました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。